まずは、羽曳野市のチャムスさんですね。いきましょう。隣の受験生気になるわ。さてどんな受験生？受かる受からない受かる受からないと言いながらタンポポの花びらを1枚ずつちぎっている。うわぁ、それは怖い。それもやったそんなんしたらあかんし、もうなんでそんなもう花とか持ってきたらあかんやん。まあまあな、ゴミになるし、うん、まあそれは隠して持ってきたんでしょう、それは、はい。では続いてペンネームパカパさんですね。はい、いきましょう。隣の受験生気になるわ。さてどんな受験生？いちいちチッ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 と心筋音を声に出している。考えてるとき。うっとうしいなぁ。これはうっとうしいですよ、なかなか横でやられると。退場もんですよ、そんなもん。うん、でもまあちっちゃい声ですから、そこもね、前の先生までに届いてへんかったりしたら、ね、免れるわけですから、それはそれでね。二酸化低マンガンさん、東住吉区の方です。はい、行きましょう。隣の受験生気になるわ。さてどんな受験生？人差し指からシャーペン、舌は消しゴムの文房具サイボーグマンだ。文房具サイボーグマンってことは別に賢くはないってことだ。文房具なサイボーグ、文房具をこうね、身にまとったサイボーグだけで。で、